キチャンネル。ちょこんにちは。さあ、優勝に向けてのキーマンたち答え合わせということでね、はい、まあ昨日はね、やっぱこの、まあ、昨日かどうか分かんないけども、はい、この選手が頑張らないから優勝できないんだよっていうね、ところで答え合わせで、今日はですね、はい、まあ、2位になっちゃってもう一頑張りだったねっていうチームとね、あとはまあプラスアルファっていうところですけども、はい、まず DeNA、はい、袴田さんはオースティンと抑え、はい、山崎康明、うん、頑張ったね。頑張りましたね、でも優勝できなかった、うん、まあ、優勝できてないけど、だからこう上にこう登っていけたんじゃないですか。だからオースティンだね。だからこれもうね、俺はオースティンとクリスキー、はい、いや、うん、オースティン活躍できたら優勝してたし、してたと思いますね。ねえ、まあ、うん、怪我もあるからね、仕方ないけどもよ、代打でいいところで打ったりしてて、はい、オースティンずっと1年間いたら、はい、100% 優勝してたかもわかんないよね。だってもうあれですもんね、あのシーズン直前に、そう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 、ね、外押しいなくなって、はい、で最後までね代打はできるけど、で今またなんか手術してね、はい、来年の開幕も間に合わないんちゃうかって言われてて、ほらこうして当たってたよ、ね、これ当たってますね、うんうん、でまあ袴田さん押さえて俺クリスキー、はい、クリスキーもどっちたんっていうね、はい、そもそもまあでもボーイズ 2.57、18試合だからいなさすぎたね。ああそうですね、途中からだったもんね来たのもね、最初からいたら、まあ、山崎康明受けるかもしれないけど、はい、で伊勢ね、はい、でエスコバ、うん、でもクリスキーもいながら、うん、で田中とかね、で入江、はい、さらに良かったかも分かんないね、1年間いたら。そうですね、うん、ほら、これ意外と当たってますね。いたら優勝できたのにね、頑張れたら ね、 ね、だから俺は言ってたのにね、はい、だから優勝できないんだよねそういうことですね、うん、そのいなかったから、うん、だから俺ら節穴じゃなかったね、はい、これは結構当たってますね。当たってた。で抑えがキーマンだったからこそ、まあ、いけたし、うん、さっきとじゃね、うん、そうそうそう、でもオースティンがいってればもういってたね、もっといけましたね、あ、優勝出てきて、あの、はい、途中までヤクルト追い上げた時にね、うん、まくれてたかもしれない、はい、だからほら俺は言ってたじゃん、頑張んないとオースティン、うん、来年もでも怪我で、そうですね手術でね、ちょっとなかなかいつ戻ってこれるのかっていうところだけども、うん、まあまあ当たってるといえばキーマンとしては当たってますね。まあまあ俺ら見る目は良かったね、良かったですね、うん、で次ソフトバンク、はい、まあ、ゲーム差なしのね、はい、優勝を逃したっていうところで、はい、ほかもさん言ってなかったらしい。私これなんで言ってなかったんだろう、もう強すぎるからもう言う必要なかったんだよと思ったんだよ。ってことですかね、唯一12球団で袴田さんソフトバンクだけ言ってないの。本当だ、企画潰し、本当ですね、これ私なんで言ってなかったですか。広島の流れで、はい、もうそのままサスさんが、ソフトバンクのキーマンはで入っちゃってるんで、で他の動画は袴田さんが最初に言って、うん、サスさんはこの人だよって、まあ、忘れてたんだ、サスさん聞くのも忘れたし、私言うのも忘れてたんだけど、もうあれじゃない、疲れてたんじゃないかもしれない動画撮るのにそうかもしれない、いっぱい撮ってて、はい、でじゃあ俺は、うん、石川と今宮おって言ってんのよ、ポイント、やっぱ千賀とかはね、はい、勝ちだったから、はい、次に向けてのやっぱエース候補がね、はい、頑張んないとっていうところでね、うん、石川が7勝10敗、ほら、うん、こう10勝7敗だったら、はい、優勝してた。そうですね、そういうことだ、うん、やっぱキーマンだったわ。そうですね、石川、うん、せめて10勝10敗とかね、うん、ほら、そっか、石川投手防御率 3.37 ですけど借金は3つ作ってるんですね、うん、で東山が10勝6敗、うん、で千賀が11勝6敗の貯金5、はい、うんうん、で東山は4で2人で、ね、貯金9でしょ、うん、和田投手も7勝4敗、うん、貯金3ね、だから貯金、せめて貯金作っとけばね。そうですね、まあ五分五分でも、うん、やっぱキーマンだった、あ、キーマンでしたね、当たってるね、はい、この流れ調子いいね、うん、今日はで、今宮選手も活躍したじゃないですか、うん、今宮頑張ったね、うんうん、だってチーム首位打者だからね、はい、で、チーム最多安打、うん、今宮は、はい、やっぱあれじゃない、ホームラン捨てたからじゃない、あ、斉藤和美さんが言ってた、言ってた、はい、で、斉藤和美が、うん、ホームラン捨てるって10本ぐらいしか打てへんのに捨てるもなんもないやろって言ってて、はい、でもその斉藤和美もコーチになったからね。そうです ね、よく一緒に仕事してたんじゃん、はい、結構、いや、してました、してました、ね、コナビでもよくご一緒しましたし、うんうん、ね、それがだからコーチになっちゃうということで、うん、まあね、この前ムネリンと話した時に、はい、ちょ刑務所行ってくるわ、ちょっと行ったらしい自由がなくなると、そうそう、もう自由、もう自由との決別や、ちって
行ったらしい。だってカズミさんすごいね、気ままにというか、沖縄行ったりとかね、うん、インスタとかすごい楽しそうにいつも上げてるじゃないですか、うんうんうん、それがなくなると、うん、で行ったけどもね、はい、でそのね、うん、ホームランを捨てたかやって2割9分6厘、はい、ホームラン7本、47打点、はい、いい活躍だったね。よかったですよ。だからゲーム差なしまで、だからここが両方が合致してたら、うん、言ってたね。言ってましたね。キーマンで、ソフトバンクは袴さん全員ってことだよね。言ってない言ってないので、これ全員ってことじゃないんですか。わかんない。だから全員が頑張れなかったから優勝じゃないですか。全員があと1ミリ足りなかったってことですか。1ミリ。1ミリ。あ、鼻差だね。もうどっかの試合の誰かが一個こうなってればみたいなってことですかね。わかんないけど、はい、言ってなかった。まあでもいい、うん、見る目あるね。ありますね。俺らね、はい、まあ、大事だったね、うん、で続いて楽天、はい、袴さん、はい、B クラス、はい、沈んで、で袴さんのキーマンはマー君と浅村、はい、で俺が松井裕樹と山崎剛、はい、ほらでも小深田頑張ったけどね。あ、そうですね、小深田選手頑張りましたね、うん、でもやっぱ袴さんが言う通り、うん、マー君頑張んないから、いやいや負けちゃって、うん、だって9勝12敗だもんね、はい、借金さん、でもやっぱりマー君は絶対核になる投手なんで、活躍しないとやっぱチームは上に行けないとはやっぱり思ってたんですよ、うん、だから頑張れないからダメだったもんね。頑張れないとは言ってないですけど、うん、結果として頑張れなかったからダメだった、ね、いやいや、そういうことじゃない、頑張ってはいたけれども、あれなんか他のチームとニュアンスがだいぶ違うの。他のチームとだいぶニュアンスが違うかな。いや、まあまあまあ、それは、まあ、マー君めっちゃ応援してるんで、うん、はい、応援するのと評価するのとはまた違うもんね。だからマー君がもちろんその優勝した時までとは言わないけれども、うん、やっぱ貯金作らないとね。そうそう、作ってほしかったですよ、うん、だからまあやっぱりマー君がダメだから優勝できなかったんだよ、キーマンだからねってことだもんね。なんかそう、佐久間のダメって言い方ってトゲありますよね、なんかね。じゃあ逆にどういう言い方がいいの。え、もうちょっと頑張れればよかったねってこう優しく言えばいいじゃないですか。いや、2位だったね、けど、はい、4位だから。まだちょっと道のり遠いよ。そうですね、18連勝からだからね。あ、じゃあ貯金18から、貯金18からだから、はい、そっから借金20になってるの。借金2で20落ちてるんですよね、うん、だから借金20になってるわけじゃん、はい、18。あ、そうですね、うん、貯金からあれから20作ったんだ、借金、うん、借金、はい、やっぱマー君もね、マー君はやっぱり1位ではあると思います。で、浅村が、うん、やっぱり大して打たなかったから、え、大したことなくはないですえ、違うの。え、だって浅村選手良かったですよ。そう、2割5分2厘27本塁で86打点、はい、よかったよ、130。よかったですよ、うんうん、でも、勝ってない。まだキーマンだから、まだ足りなかった、頑張り。いや、ちょっと打率低かったかな。あの、まあ、もうちょっと頑張ってもよかったかな。期待はもっと上でしたけど、うん、だから、まあ、うん、私の期待よりは頑張れなかったってことでいいかな、まあ、じゃあそういうことです、はい、そういうことです。だから、まあ、4位と、この2人がもっと期待ぐらいしてたら、うん、もっとこう優勝には近づいてたかなっていうのは思いますね、うん、見て、俺、山崎剛、はい、頑張れてなさすぎるよね、はい、2割3厘ホームラン3本、13打点。今年やっぱりこうスターティングメンバーとしてあんまり、ね、出る機会はちょっと少なかったので、小深田は良かったからね、はい、今年ね、しましたからね、いい形でね、うん、でもこれで、ね、山崎も良かったらね、はい、持っていけたのに頑張んないからね。あ、まあ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 、でも松井駅投手頑張りましたよ。頑張ったね、良かったですよ、良かった、はい、今年はね、今年1年間離脱することもなかったしね、なくもう常に抑えとして役割を果たし、だって 1.92 ですよ、うん、素晴らしいね、うん、もうやっぱりあの先発転向あれちょっと無駄な時間だったね。まあまあ、でもやったことによって分かったこともあるだろうし、本人が納得したっていうところもあるから、まあ良かったかも分かんないけど、はい、やっぱ最年少迷宮帰りね、うん、多分行くのは確実だと思うけども、そうですね、うん、まあ、でも頑張ったね、はい、だから松井と勇気と浅村は頑張れてるのに、はい、やっぱ A クラスにも優勝もできなかったっていうところは、はい、やっぱマー君と山崎剛の頑張りが俺らからしたら足りなかったってことだね。まあ、まあ、そういう結果になりますね、うん、うん、だからもうちょっと頑張ってくれたら、だからマークやっぱり最低貯金だね、うん、まあ、そんなピッチャーじゃないけど、まあ一生ずっと若く いけるわけじゃないから、はい、落ちてきながらもやっぱり最低貯金作っていかないといけないから、はい、まあ、9勝12敗はちょっときつかった ね、 ね、チームとしてね、うんうん、で山崎もやっぱりチームの底力を上げていくっていうところでは、うん、やっぱバックメンバーが弱いからね、うん、楽天はそういった意味ではちょっと今年 ね、 そうですね、あの去年の頑張り見たらいけるかなと思ったけどね、うん、もうちょっと頑張っていかないとね。そう、なんか通年後通してっていうのがまだ未だにね、うん、ないんですよね。だって茂木もショートでチャレンジとか言ってきてるからね、はい、まあサード外国人来るからね、はい、っていうのもあるけども、うんうん、ちょっとそしたらね、また激戦結構勝負ですよ、ね、小深田選手いて茂木選手いてって、そうだね、でも結構ね
まあ、見る目あったね。ありますかね。うん。うん、まあ、皆さんにとってのね、はい、キーマンはどうだったかっていうところは聞きたいですけどね。うん、そうですね。こういうキーマンの答え合わせするの面白いですね。うん、そうそうそう。これキーマンじゃなかったなとか、あ、意外とキーマンとして当たってたなとか。うんうんうん、だからそこら辺の頑張りがね、はい、まあもうちょっと欲しかったなっていうところはありますけどね。はい、まあ、来季に向けてね、またまた頑張ってほしいですね。はい。はい。